い、どうもこんにちは、カジマックです。僕の身の回りに欠かせないデジモノガジェット、その中でもほぼ毎日必ず使っているものといえばこれ、8インチのアンドロイドタブレットです。今現在このファーウェイメディアパッド M5 ライト8を使ってるんですけど、この8インチタブレットというメンバー、僕は完全に動画視聴専用機として使ってます。用途は YouTube、 そしてプライムビデオで以上、たったそれだけの用途なんで、ぶっちゃけあまり高価なものは必要なくて、よく iPad を使えばいいでしょうって言われるんですけど、まず iPad はもったいない。そして僕的に iPad のアスペクト比は動画視聴に向いてなくて見にくいと感じてます。そしてやっぱり Android が好みです。で、実はスペック的には問題ないどころか過剰スペックともいえる M5 ライト8なんですけど、実は少し前からここ数週間プライムビデオ見てると急にアプリが止まっちゃいます。あと画面は真っ黒のまま、音声だけ流れたりエラー表示出たりして、とても視聴できるような状況ではなかったんですね。もちろん YouTube ではそんなことないんで、これはアプリの問題かと思いきや、他の端末なら動作に問題ないんですよ。再起動してもアプリ再インストールしてもダメ、ブラウザで見ようとしてもアプリ入れてくださいって出ちゃうんで、もう完全にお手上げです。端末との相性問題なのかもよく分かってないんですけど、とにかく問題が解決しないんで新たに他社のタブレットを買いました。でも、もしかしたらそれも失敗かもしれないっていう、今日はそういうお話です。まず今現在、なんと Android タブレットの少ないこと、7インチ、8インチ、10インチ問わず、いや、めっちゃ少ないですよね。特に僕のお目当て、8インチタブレット、いわゆる有名メーカー的には今年出たものは、なんとさっきお見せしたこの M5 ライト8と、これこのレノボタブ E8 だけじゃないかと思います。これとほぼ同じの SIM フリーモデル、タブ 4-8 っていうのも出てますけど、まあなんていうかほぼ同じで、これとこれどっちが高性能かというと、なんと断然こっち、断トツでこっちなのに、おそらく相性問題で僕の用途にはかなってないんで、しゃーなしにこれを買ったことになります。はい、しゃーなしって失礼な言い方なんですけど、それというのもこれ実はエントリーモデルなんですけど、まあスペック低いのは値段が値段なんで仕方ない。でもね、 OS バージョンが Android 7 Nougat なんすよ。いや、もう Android 10 が出てる時代に7で、あとね、これ一応今年発売のモデルです。ただどうやら前に出てたモデルのリニューアル版みたいなイメージなんすよ。そういうのが理由で Android バージョンが低いのかもしれません。そしてこの Android 7はもうアップデートは見込めそうにないんで、ここはかなり購入に際して迷いました。動画視聴機とはいえ、今後いつまで使えるのか気になりますよね。そんな不安を抱えつつ開封していきます。今回ご紹介するのはレノボタブ E8 Wi-Fi モデルです。箱の外観はこんな感じ、シンプルでいかにもエントリー機っていうイメージ。にしてもこのサイズ、動画見やすいし電子書籍も見やすいし、なのにここ数年の衰退ぶりはほんと寂しい限りです。はい、それでは開けていきます。中身は充電のアダプター、そしてケーブル、これはマイクロ USB です。で、あとはこんな紙類で中身は以上。一応日本語対応はしてます。にしてもほんとスカスカ。はい、それでは本体いきますよ。せーの、きたー。これがレノボタブ E8。 あ、やっぱりこの8インチのサイズ感、僕はやっぱり大好きです。ディスプレイは8インチ IPS の 1280×800 の WXGA で、カメラはイン200万画素、アウト500万画素で、向かって上部にはイヤホンジャックとマイクロ USB2.0 ポート、 OTG 機能も対応してます。向かって右がボリュームボタンと電源ボタン、そして下部にはマイク穴、スピーカーは上部についてます。で、向かって左側、なんかこういう青いのがついていて、マイクロ SD スロットになってます。ちなみにストレージは 16GB、 ラムは 2GB となってます。はい、今日はもうサクッと開封だけ。はい、それでは電源入れます。スイッチオン。はい、ちょっと設定済ませます。はい、設定終わりました。初期画面はこんな感じ。
今軽く触った程度ではそんなにもっさりしたイメージもなかったです。はい、ストレージは 16GB 中 6.95GB も使ってます。 SD カード必須かもしれません。で、カラバリはこのブラックのみ。決して高級感はないけど、それほど安っぽさも感じません。で、サイズは 209×123×8.9mm、 重さは 320g、 バッテリー容量は 4850mAh となってます。で、 CPU はこちら、 GPU はこちら、 Wi-Fi はこちら。詳しくは製品のホームページリンクを説明欄に貼っておきます。チェックしてみてください。で、僕が開封前から気になってるのは、動作が重いとかスペックや値段を考えるとそのあたりは期待してなかったんですけど、ある方のレビューでプライムビデオ落ちるって書いてたんすよ。いや、これは見逃してました。いや、もうもっさりは覚悟の上だったんですけど、そこだけ改善したくて買ったのにっていう話、ちょっと確認してみますね。はい、無事にプライムビデオ見ることができました。で、さらにやっちゃったか、まさに今この瞬間感じてます。というのも、なんとこれタブ E8 が使えたんで、試しに M5 ライト8、これのプライムビデオ試してみたら普通に見れちゃってました。いや、マジっすか。いや、ほんと全然ダメだったのに、何これ。はい、何のために買ったのかわからなくなりました。ここ数週間不具合あってから、アップデートとかあったのかまだ調べてないんですけど、普通に見れちゃってるっていうね。いや、まあでもこういうこともありますよね。もうしばらく特価引換え使ってみて、どっちを残すか決めたいと思います。それでは最後に、ケースと保護ガラス、装着して終わりたいと思います。騙されました。商品ページにはオートスリープ対応って書いてたんですけど、マジっすか。これほんと地味に不便なんですよね。ちょっと問い合わせして場合によったら返品したいと思います。いや、こういうところ嘘書きますかね。これも説明欄にリンク貼っておきますんで、お気をつけください。はい、ちょっと軽く触ってたんですけど、確かに動作は良くないものの、僕は個人的に結構気に入ってきました。で、最後に忘れてた、これ、はい、あまり期待はできないんですけど、アンツツベンチマークテスト、これをやって終わりたいと思います。それではこちらをどうぞ。はい、来ました。44,385でした。いや、まあこんなもんですよね。価格的にもスペック的にも納得できる数字なんですけど、意外と快適に使えそうです。あくまで僕の感想として、もうほんとこれ動画にしか使わないんで、僕には十分かもしれません。あんまり検討されてる方はいらっしゃらないかもしれないんですけど、ちなみに今日現在 Amazon さんでの価格はこんな感じ。はい、ご参考になりましたら幸いです。で、またしばらく使ってみてどうなったのか、いずれお伝えしたいと思います。ということで、8インチタブレット大好きなカジマックチャンネル、お済みでない方はぜひチャンネル登録お願いします。コメント評価もいただけると嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマックでした。ちらっとお話ししたんですけど、ワイモバイル契約しました。今まで僕は会社支給の英会話を使ってたんですけど、やっぱりちょっといろいろ不便なことも出てきたんで、個人用にワイモバイルを契約しました。過去にスマホが欲しくて契約した OCN モバイル1の回線もまだあるんですけど、あ、そうそう、うちの奥さんはまさにそれを面会してです。